どんな魔法使ってんだろう。五の辺町からこんにちは、竹穂田です。川崎です。今日は五の辺町といったら馬肉、一番有名な馬肉店かもしれません。大型肉店に来ました。大型肉店です。大型肉店。ちょっと個室だけど、隣、襖一枚だから声を控えめでね。はい、いつものでかい声あんま出せないです。今日はランチの時間に来てます。こちら、尾形のランチメニューでーす。グラマルランチ、グラマルで、今頼んでるのが中肉鍋ランチ。はい、で、こっちが馬中鉄板ランチ。馬中鉄板馬中鉄板ランチ、こういうのが来てます。これがレストラン佐々木にもあった馬の油だね。そして今日はなんと尾形のサイドメニューにもちょっと注目してお送りしたいと思います。それぞれのおすすめをちょっと注文したんだよね、うん、じゃあ私の一押しは、うん、馬カツです。僕の友達にも大人気。今公式に言われて、え、そんなのあんのってむしろびっくりしちゃったけど、そう、意外に知らないですよね、うん、ね。私の方のおすすめが馬ピザ。これね、間違いないっすよ。鍋を食べに来た人でもこれはね、食べてた方がいい。はい、ということで今回の動画はここまで。じゃないよね。ちょっとね、食わせて。まあ、あとはゆっくりね、食べながら紹介しますんで。はい、じゃあ早速ちょっと火つけて。火入れとこうかな。はい、行きます。こっちが中鉄板だね。はい、行ってみます。これが馬の油。馬の油だ。ああ、プルプルするよ。さあ、いい音。こんな感じですね。じゃあ、入れます。はい、はい、全部入れるんですよ、全部。ちょうどバラ焼きみたいな感じになるんだね。そうです、一個一個は焼かないですよ。全部ガーって入れるのが正解らしいです。 OK、 OK、 いけない。よし、 OK。 美味しそう。これね、あの馬肉鍋ってどこもそうなんだけど、そこの方にね、馬肉が敷いてあるから、これをこうすくい出す。すくい出されましたね。助けられたってこと。助け出した。その後食らいつくすけど。野菜が柔らかくなったら食べ物になります。はい、ごぼうと糸こんにゃくが入ります。食べます。よし、いただきます。ちょっと焦げ目が入ったこの肉ね、うん、うん、タレが染みつける。うん、うん、いただきます。やっぱ肉鍋はさ、ご飯が欲しい。もうね、こんなにご飯に合うお肉って他ないんじゃない。中鉄板も最高だよ、ご飯との相性、うん、では、うまかついってみます。見てください、このうまかつ。これね、ちょっとあの断面はね、見えないかな。うまかつです。ちょっと硬そうなお肉の色に見えるんですけど、柔らかいですよね。これ、味ついてます。いただきます。いただきます。ん、え、嘘、柔らかい。ね、美味しいでしょ。めっちゃ柔らかいですよ、本当に。いや、びっくりした。うん、味噌味かな、これ。そうだね、味噌だね、うんうん。え、どうやったらこんなの作れるの。ちなみにこれ、うまかつ丼っていうのがありますよね。うん、あるあるある、うん、ご飯の上にこうね、うん、あの、
そういうメニューもあります。ではピザを行ってみたいと思います。うまピザ、うまピザですね。馬肉ピザ。じゃあピザいただきます。いただきます。この味はここにしかないですよね。ないよ。馬肉が入るとこういう味になるんだっていうのは、うん、ぜひ見てください。お肉たっぷりな感じ。はい、ほらお肉たっぷり。でもこれ撮影の都合さ、頼んでからちょっと時間経ってるじゃない。なのにね、全然硬くなってないの。ちょっと冷めても柔らかいです、うん、どんな魔法使ってんだろう。忘れてた、南蛮漬け。赤唐辛子と青唐辛子が混ざってるバージョンですね、うん、新しいの思いついた。ん、馬肉ピザと言ったら南蛮漬けだよね。ああ思いついちゃった。ママがね、ママ、うん、ママ南蛮漬け、これ味変効果があるんですよ。うん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 。なんで僕は中鉄板に使ってみます。いや多分ね、美味しいよそれ。まあ当たりな感じがしますよね。うん。じゃ中鉄板をご飯に乗せてかけます。かけていただきます。200! 何もかい200点満点、うん、この組み合わせはもう最高です。間違いないでしょう、うん、結構あれですよね、あの馬肉関係は、うん、味噌の味付け多いですよ、ね、ちなみにこの馬肉鍋、桜鍋のタレ下の売店でお買い求め、ね、はい、うん、お買い求めいただけます。ふるさと納税の返礼品でもあるんだ。入ってますね、うん、馬肉鍋セットってそのタレも一緒についたセット、はい、うん、なんで取り寄せていただいてもう美味しいのはすぐできます、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。完食です。完食、超大体、うん、本当に美味しかったやっぱり一押しはうまかつです。うまかつだね、これ。うまかつ本当に美味しいから、みんな来てね、ぜひ。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもお願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。バイ、はい。